川上健進、川上健進、川上健進、1975年6月22日体は、徳島県徳島市出身の元プロ野球選手、投手、野球解説者、右投げ右打ち。徳島商業高校時代は、第75回全国高等学校野球選手権大会に4番、エースとして出場し、準々決勝まで進出した。その後、 明治大学二部小学部に進学。大学でも AS になると、4年時には、首相として活躍。大学3年時の、1996年東京6、大学野球周期リーグ優勝、全勝優勝に貢献した。慶応義塾大学の高橋義信とは同期のライバルとして、交渉部を繰り広げた。リーグ通算57試合当番、28勝15敗。 防御率2.14、311脱三振。ベストナイン3回。1997年のドラフト会議直前の10月31日に、大学の先輩、星野仙一監督の率いる中日ドラゴンズへの逆指名を表明した。ドラフト会議では、中日が川上の単独1位で交渉権を獲得。契約金1億円、出来高払い後、 レレレレレレレ円、年俸1、300万円、金額は推定という条件で入団した。2は、公式戦の開幕から、一軍の先発陣に定着。14勝6敗という成績で、セントラルリーグの新人王に選出された。2は公式戦で、開幕投手を務めたが、10月2日の対、横浜ベースターズ戦では、7回を投げて19被安打。 当時のリーグワースト記録、14失点、当時のリーグ最多タイ記録と打ち込まれた。チームのリーグ優勝で迎えた、日本シリーズでは、チーム唯一の勝ち星を挙げたことから、関東選手賞を受賞した。2は、急性感音性難聴を患ったこともあって、シーズンを通じて不調。一軍公式戦では2勝3敗に終わった。2は、一軍公式戦で6勝しか挙げられず、 プロイル初の二桁敗戦を喫する。2は、一軍の開幕投手に内定していた。しかし、足の深詰めによって、二軍、ウエスタンリーグの開幕投手に回った。一軍に復帰してからは、シーズン終盤まで、最優秀防御率のタイトルも狙いほどにまで復調。8月1日の第読売ジャイアンツ、巨人戦、東京ドームでは、一支球を出しただけで、 NPB 史上70人目、81度目のノーヒットノーランを達成。自身の大巨人戦連敗も急で止めた。2は4月のリーグ月間 MVP に選ばれたが、5月に右肩関節唇の損傷で戦線を離脱。残りのシーズンを棒に振った。は、開幕投手最有力だったがこの年監督に就任した落合博光は川崎健次郎を起用した。 チームのリーグ優勝に貢献するとともに、リーグ最優秀選手、沢村賞など、合計9つのタイトルを獲得。5月15日の対横浜戦では、7回西二塁で、迎えた打席で2点本塁打を放って、両チーム唯一の打点を挙げると、2対0のスコアで、完封勝利を挙げた。西武ライオンズとの日本シリーズでは、初戦と第5戦に先発。初戦では、 7回に失点と高騰したが、敗戦投手になった。チームの2勝2敗で迎えた第5戦では、8回1失点という内容で勝利。しかし、チームは第6.7戦に連敗したため、日本1を逃した。では、1軍で自身2年不利の開幕投手を務めた。5月20日の対千葉ロッテマリーンズ戦、交流戦では、8回途中まで完全試合のペースで、 高等。八回に、立正洋に、本塁打を打たれたが、被安打はこの本塁打のみで、スタメン全員から三振を奪って、無支給関東勝利を達成した。シーズン途中までは十勝三敗と好調だったが、シーズン後半は一勝五敗と不振。阪神タイガースの主砲、金本智明には、十五打数で被安打八、基本塁打四と打ち込まれた。二番。 6月6日の対ロッテ戦に9回を1安打に四球という内容で完封勝利。7回西までは完全試合、福浦和也に四球9回無までノーヒットノーランペース代打のサブローに偶前安打とよしみした。8月3日には NPB 史上120人目の1軍公式戦通算戦奪三振を記録。シーズン通算では17勝を挙げて、 自身二度目の最多勝ち、自身初の最多奪三振のタイトルを獲得した。北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズでは、10月21日の開幕戦に8回に失点と勝利。名古屋ドームでは、先発としてシリーズ初の勝利投手になった。第五戦で敗戦投手になったため、チームはまたしても日本一を伸ばしたが、川上自身は二度目の関東選手賞を受賞した。 2は、8月3日の対横浜戦で、NPB 史上124人目、チーム史上9人目の一軍公式戦、通算100勝に到達。228試合目での到達は、212試合の杉下茂、221試合の服部嗣博に、ついで、チーム史上3番目のスピード記録であった。レギュラーシーズン通算では、4年連続2桁勝利を達成。 規定投球回に達しながら、関東を記録できないなど、本調子には至らなかったが、K、B、B は、NPB12 球団の、規定投球回数到達者で、トップの6.90であった。チームのレギュラーシーズン2位で迎えた、ポストシーズンでは、阪神とのクライマックスシリーズファーストステージ第一戦、名古屋ドームで、7回を9奪三死に飛安打に無視死球、無失点と高騰。 同シリーズ初の勝利を記録した。巨人とのファイナルステージでは、第2戦の先発で、7回を4失点という、内容ながら、勝利投手。チームの同ステージ3連勝で迎えた日本ハムとの、日本シリーズでは、第1戦、10月27日で先発に起用されたが、8回を、ア安ダニと高騰しながら、敗戦を喫した。しかし、 第2戦以降に先発陣がおおむね高騰した結果、チームは日本一を達成した。2は、広島東洋カープとの開幕戦、3月28日に先発すると、打席でソロ本塁打を放った。この本塁打で、チームのレギュラーシーズン初本塁打、初打点を記録。前年まで、セリーグ4球団の投手から一軍公式戦で、 本塁打を放っていた川上にとっては、広島戦での初本塁打になった。しかし、次に先発した4月3日の大巨人戦では、高橋義信、亀井義幸、小笠原道弘に3者連続ホームランを浴びて、逆転負け。以降も調子が上がらなかったため、一時は中継ぎ要員に回った。故障以外では、初めての中継ぎ転校だったが、この間に調子を取り戻すと、 先発に復帰した6月にリーグの投手部門月間 MVP を獲得。夏場に開かれた北京オリンピックでは野球日本代表の一員として中継ぎに起用されたが3位決定戦で敗戦投手になった。帰国後は2軍での調整を経て1軍に復帰。最優秀防御率のタイトルを狙えるほど好調だったが規定投球回に到達しなかった。 シーズン終了後には、ダン・エヴァンスを代理人に起用するなど、メジャーリーグへの挑戦を模索。11月15日に、海外 FA 権を行使することを発表した。同月19日に、海外フリーエージェント選手として、NPB から公示。1月13日にアトランタ・ブレイブスと3年契約を結び、入団発表が行われた。ブレイブスにとって、 初めての日本人選手となり、背番号は中日時代と同じ11に決定した。4月11日のワシントンナショナルズ戦でメジャー初登板を先発として果たし、6回を4安打3失点8奪三振で抑えて勝利投手となりデビューを飾った。5月13日のニューヨークメッツ戦では控え野手が尽きてしまったため延長12回に日本人メジャー投手として 初めて代打で起用され、高橋健と対戦して空振り三振。31日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でも、控え野手が二人いたにもかかわらず再び代打で起用されるが、空振り三振を起死した。シーズン序盤は打ち込まれることが多く、4月末の時点で防御率7.06、ホイップ1.62と不調だったが、5月以降は防御率3.34。 ホイップ1.30と復調。さらにロイ・ハラデーやヨハン・サンタナラメジャーを代表するエース級投手に投げ勝ったことでドラゴンスレイヤーと呼ばれるが、得点援護率がリーグワースト3位になるなど勝ち星にれず、エースのティム・ハドソンが故障から復帰することに伴い、シーズン後半はリリーフに回った。リリーフへ回ってから安定感を発揮し、防御率2.63と高騰。 シーズン終了後にはシーズンを通じて右肩に違和感があったことを明かした。のスプリングトレーニングでは右肩の負担を減らすための新フォーム開発に着手。開幕から先発ローテーション入りする。打線の援護もなく球団史上ワーストとなる開幕9連敗。昨年から数えて11連敗を喫し、初勝利は6月26日のデトロイトタイガース戦までずれ込んだ。 さらにこの日の結果に限らず、ブルペンへの配置転換は、すでに決まっており、以後はリリーフへと回ることとなった。8月には、マイナー落ちも経験。防御率、ホイップも、前年度を大きく下回り、ポストシーズンのロースターからも外される悔いの残る、シーズンとなった。11月13日には40人枠から外れ、参加の AA 級ミシシッピに降格した。は スプリングトレーニングに招待選手として参加。スプリングトレーニング中には、東日本大震災の知らせを受けて被災者に5万ドルの義援金を寄付し、練習前のミーティングで、チームメイトにもし活動への協力を要請するなど、支援活動に取り組み、2試合の先発を含む5試合に登板し、防御率3.75、ホイップ1.25の成績を残したが、先発時は、 計7回8安打6失点と打ち込まれ、AA ミシシッピで開幕を迎えた。ミシシッピでは4月17日のモービル戦に先発始発勝利を挙げたが、翌日に右肩の痛みを訴えて DL 入りする。22日には地元紙のインタビューで、若手の台頭により AA 所属となった現在の状況について、コーチや監督たちにはよくしてもらっている。 メジャーに戻れるようにと一生懸命努力してくれている、と、周囲への感謝も口にした一方で、正直に言って、現在の状況は想像していなかった。ショックだったのは 3A を飛ばして 2A に落とされたことと、語った。6月12日のチャタヌヨガ戦で復帰したが、7月12日に、右肩2を再発して、再び DL 入り、8月中旬に復帰するも、 復帰後は6試合の登板で、防御率16.07、ホイップ2.67と打ち込まれ、この年はメジャーに昇格することなくシーズンを終えた。右肩痛については、オフに手術に踏み切る覚悟もあることを明らかにした。11月2日に FA となった。1月28日に中日へ復帰することが、球団から発表された。背番号11を、 改めて着用することも決まったため、2010年から11をつけていた岡田都也は背番号を21に変更した。2012年には広島との開幕第2戦3月31日に先発投手として NPB 復帰後初の公式戦登板6回無失点という内容で NPB 復帰後初勝利を挙げた。しかし、 その直後に故障で戦列を離れたため、レギュラーシーズン通算では1軍公式戦7試合の当番で3勝1敗、防御率2.83の成績に終わった。チームのレギュラーシーズン2位で迎えた、ポストシーズンでは巨人とのクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦に先発した。チームの日本シリーズ進出に大手がかかった S 戦での当番だったが、4回に失点で敗戦。 チームも、この敗戦から三連敗を喫したことによって、日本シリーズ進出を逃した。しかし、シリーズ終了後の契約交渉では、推定年報6、000000円、3、000000円増で契約を公開した。二は、右肩ツーデで遅れたため、一軍公式戦初登板は八月二十二日の対、広島戦まで持ち越された。この試合で、 勝利投手になったが、以降の登板では勝ち星を重ねられず、9月25日に出場選手登録を抹消。10月3日には、球団から戦力外を通告されるとともに、引退会見の開催やコーチへの就任を打診された。しかし、11月19日には、推定年俸3、0-0-0-0-0-0円という、条件で2年契約を結んだ。球団が、 このように方針を変更した背景には、かつて一軍監督を務めた、落合博光ゼネラルマネージャーや、シーズン終了後に、保守兼任で一軍監督に就任した、谷重元信の意向があったとされる。2は、森重郎の気球団史上最多となる7度目の開幕投手に抜擢。5月7日の対巨人戦、東京ドームでも先発を予定していたが、当番前に腰痛を訴えて、 当番を回避したため、翌8日に出場選手登録を抹消された。一軍公式戦では、6試合の当番で1勝2敗、防御率4.78と不振。ウエスタンリーグ公式戦でも、10試合の当番で0、勝5敗、防御率10.88という成績に終わった。それでも、球団では、シーズン終盤に、川上との契約を更新する方針を決定。 シーズン終了後の11月5日には、推定年俸4、0零零零レレ円、1、0零零零零レ増という条件で契約を公開した。2は、右肩の鍵盤を痛めた影響で、1.2軍とも実戦登板の機会がなかった。9月末に、鍵盤の再建手術を受けたが、世代交代を進めるチームの戦力構想から外れたことを背景に、月日に、 中日からの対談を表明した。なお、在籍中に一貫して着用してきた背番号11は、この年のドラフト会議の一巡目指名で入団した、左腕投手、小笠原慎之介に引き継がれた。対談会見の際に、限界に近いのは分かっている。限界を超えてまでもやりたいと話すなど、現役続行を模索。中日への再々入団も視野に、 NPB での復帰を目指しながら、手術を受けた右肩のリハビリへ専念する意向を示した。右太ももの筋膜を右肩のトゲ状筋に移植するというスポーツ選手では、前例の少ない手術でリハビリに半年ほどの期間を要することから、2015年11月10日に草薙球場で開かれた12球団合同トライアウトには参加しなかった。2016年には、 現役復帰に向けたリハビリを続けながら、日本テレビ、副音声、CBC テレビ CBC ラジオゲスト解説者と、中日スポーツの野球評論家としても活動。今年中に、現役復帰できなければ潔く引退すると語った。シーズン終了後には、競技の徳島県に、本拠地を置く、四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスから、選手兼任コーチへの就任を打診された。 しかし、入団に至らなかったため、現役復帰は叶わなかった。2017年3月19日に、現役を引退することを正式に表明。今年の3月までに、満足のいく投球ができなければ引退するつもりだった、と語った。引退会見などは、特に行っていない。川上の引退によって、ドラフト会議での指名を経て1997年に、 中日へ入団した選手全員が現役を退いたこととなった。2017年のプロ野球シーズンからは CBC テレビ CBC ラジオの野球解説者と中日スポーツの野球評論家として正式に活動する。2018年からはテレビ朝日にも出演。前世紀には平均球速 89.8MPH。 約時速 144.5km の速球、フォーシーム、シュートや、平均球速 86.3mph、約時速 138.9km のカットボール、そしてこれとは、対照的に 70mph、約時速 113km 前のスローカーブ、フォークボールを駆使した。過去には、ナックルボールを投げたこともあった。 左打者には一発を打たれる傾向こそあるものの強さを発揮した。代名詞であるカットボールは元チームメイトで命大の先輩にあたる武田和弘から教わり、マリアのリベラを参考にして開発したという。それまで変化球はスライダーとスローカーブとフォークボールのオーソドックスな投手であったが、カットボールをマスターすることにより投球パターンが大きく変わった。また、 外国人野手や日米野球等で対戦したメジャーリーガーたちから日本で唯一本物のカットボールを投げる投手と称されたこともあり2010年には被打率148を記録するなどメジャー移籍後もその威力は健在だが投球割合のわずか数パーセントしか投げなくなり逆に投球割合を増やしたストレートとシュートは合わせて被打率358と大きく打ち込まれた 2009年のスプリングトレーニングにおいて、ボビー・コックス監督から、すごい戦力になるはず。まっすぐはもちろん、ダンディーな、かっこいい、カーブを投げる。などと高く評価された。当日のオープン戦では4三振のうち3つを、カーブで奪い、シーズン序盤にカットボールが打ち込まれるようになった。際には、投手コーチのロジャー・マクダウェルからカーを、大投げするようアドバイスを受け。 上実のように復調した。MLB 移籍前にはバッティングに定評があり、中日在籍時は自身のウェブサイトに全本類打の詳細な記録を載せていた、通算本類打数は8本。フィールディングもうまく、2006、2007年度と2年連続でゴールデングラブ賞を受賞している。2006、2007年度は、 同僚の谷重元信も2年連続で受賞しており、同一チームの同一バッテリーによる2年連続受賞はセリーグ初の快挙であった。2011年末に29歳の一般女性と結婚していたことが2012年2月に明らかになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。